あかねさん、もしかしてあの家にまだ住むつもりですか？そうだけど。私たちに遠慮とかないんですか？どういうこと？まったく、私の言うことがすぐ理解できないって、やっぱり頭悪いんですね。そうやって私が高卒であることを馬鹿にしてくる弟嫁。どうして今そんなことを言う必要があるのだろうか。そして弟嫁は見下すような目で私を見てきてこう言った。低学歴が豪邸に住むなって言ってるのよ。私が呆れていると控え室のドアが思いっきり開いた。おいユミ、俺の姉ちゃんに何を言ってんだよ。私の名前は茜、30歳の経営者だ。仕事中心の生活をしていた私は未だに独身なのだが、実家で母親と弟と暮らしているだけでも十分楽しい。私たちは家族の仲がすごく良くて、昔から笑いの絶えない日々を送っていた。だが父が病気で3年前に亡くなってしまった時は本当に悲しかった。私は一時期は一人暮らしをして会社近くで暮らしていたのだが、父の死をきっかけに実家に戻った。ちなみに弟は私の5歳下で、大学を卒業して就職をしたタイミングで父が亡くなってしまったので、実家に残ったまま母と一緒に暮らしていた。私たちは去年実家をリフォームして、家の外装はもちろんのこと、キッチンはシステムキッチンにしたし、それぞれの部屋もきれいに改装をした。完成した家はとてもきれいで快適で、毎日幸せを感じている。母も毎日とても嬉しそうに料理をしていて、キッチンが使いやすいと言っている。そんな中、さらに嬉しい出来事が。なんと弟の翔が結婚するというのだ。私も母もとても喜び、弟の結婚を祝福した。高級寿司屋に行ってお祝いをしながら、私と母で弟を質問攻めした。弟はタジタジになって酒の量が増えながらも、一つ一つ質問に答えていた。弟の婚約者は同い年の女性で、取引先の受付をしている子だそうだ。あんた、受付の子口説くなんて仕事はちゃんとしてるんでしょうね。当たり前だろ。まあそうよね、翔は真面目だもんね。そんな風に家族で会話をしながら、近々婚約者に会えることを楽しみにしていた。そして1週間後、弟が婚約者の女性を連れてきた。はじめまして、ユミと言います。ユミさんはとても綺麗で、それでいて明るくて笑顔が素敵な人だった。今に座り、私と母で弟とユミさんに質問攻めをする。もちろんこの前の弟へのいじり方のような感じではなく、あくまで優しく楽しく話を聞いた。話によると、最初はユミさんの方からアプローチを仕掛けたそうだ。弟が取引先の会社に出向いた際に、ユミさんから雑談をするようになったそうだ。すると弟がユミさんに連絡先を聞き、そしてデートをするようになって交際に発展したんだとか。ユミさんが説明をしてくれている間、弟はとても照れくさそうにしていた。姉ちゃんも母さんももういいだろう。何よ、そんなに顔を赤くして恥ずかしいの？そりゃ恥ずかしいだろ。私と弟がそんなやりとりをしていると、ユミさんが笑った。私一人っ子なので、そういう兄弟のやりとり楽しそうで憧れます。私、茜さんと仲良くなりたいです。ユミさんはそう言ってくれて、私は嬉しかった。私たちはすぐに連絡先を交換し、それから弟と3人でよく遊ぶようになった。その流れでユミさんは私たちの実家に来て、みんなで食事をすることも多かった。本当にすごくいい家ですよね。キッチンも広くて使いやすそうですし。ユミさんは私たちの実家をとても気に入っているそうで、食事をした後はそのまま泊まることも多かった。ユミさんはすっかり私たち家族に馴染んでいて、私にとっても妹ができたような気分だった。そして弟とユミさんはついに婚姻届を提出し、夫婦となった。おめでとう、これからもよろしくね。私たちはみんなでお祝いをして、美味しいレストランに行って、美味しいお酒と料理を楽しんだ。
次は結婚式だねなんて話しながら幸せな時間を過ごした私たち。ショウはもうユミさんと夫婦になったから二人で暮らすのかい？母がそのように聞く。するとユミさんが口を開いた。私、お母さんとあの家で暮らしてもいいかなって思ってます。え？そうなの？ユミさんの発言に弟がびっくりしていた。どうやら弟も知らなかったようだ。ユミはそれでいいの？弟がそのように聞くとユミさんはこくりとうなずいた。私は将来的にお母さんの介護もしていいと思ってるわ。ユミ、ありがとう。ユミさんがそのように言ったのを聞いて私も母も嬉しく思った。弟はとても素敵ないい人と巡り会えたな。彼女なら大丈夫そうだ。そしてユミさんは早速荷物を持ってきて私たちの実家へと移り住んだ。空いていた部屋をユミさんの部屋にして本格的に同居生活が始まった。でもユミさんはよく私たちの家に来ていたし、楽しい日々が増えるだけだと思っていた。だが彼女と暮らし始めてから問題が起きた。きっかけはある夜に母とユミさんと私の3人で晩酌をしていた時のこと。弟は友達と飲みに行っていたのでお酒を飲みながら女子会を家でしていたのだ。いい感じにお酒が入り楽しくお話をしていたのだが、その時ユミさんがこんなことを聞いてきた。そういえば茜さんはどこの大学に出てるんですか？ああ、私は高校を卒業してから働き始めたから大学には行ってないのよ。え？私の発言にユミさんは一瞬固まっていた。茜さん、高卒なんですか？ユミさんはそう言って顔を青くしていた。私はもしかしてユミさんは学歴で人を差別するような人なのかもしれないと思った。その証拠にその後からユミさんの私への態度が急に冷たくなったからだ。母とは普通に話すのだが、明らかに私が話しかけた時の反応が薄いのだ。まあ今だけかもなと思ってスルーしていたのだが、翌日私が朝起きてユミさんに挨拶をすると彼女は無視をしてきたのだ。そしてその後も彼女は私に対して冷たい態度を取るようになった。弟や母の前ではできるだけ私にも普通に接するようにしているのだが、ふとした時に二人だけになると私をバカにしてきた。まさか私の結婚相手のお姉さんが高卒だなんて思いませんでした。本当にがっかりです。親戚や友人に紹介するのも恥ずかしいです。そう、今からでも大学に通ったらどうです？ああ、でも頭が悪いから高卒なんですもんね。悲惨ですね。その年で高卒で独身だなんて。結婚相談所に行って相手の顔とか選ばなければ結婚はできそうですけど。こんな感じでひたすらに私をバカにしてくるユミさん。出会ったばかりの頃を考えると人が変わったようで、こんなにも裏の顔を人間は持てるものなのかと驚いてしまう。私はすっかりユミさんが苦手になってしまった。だからできる限りユミさんと二人きりにならないように生活をするように心がけた。私は仕事の量を増やして夜遅くまで仕事をするようにした。そうすれば専業主婦になってユミさんとは顔を合わせる機会も少ない。しばらくはこんな感じでだましだまし共同生活を送りながら今後のことを考えよう。何年も住めばそのうち彼女の考え方も変わるかもしれないし。そのように思いながら私は日々を暮らしていた。そしてユミさんが実家にやってきてから数ヶ月後、弟と彼女の結婚式の日がとうとうやってきた。二人は今まで長い年月をかけて結婚式のプランを立てていて、どういう式にするかたくさん話し合っていた。そして実際に挙げた結婚式はとても素晴らしいものだった。今日だけはユミさんのことも素直に祝福できる。弟に対してはひどい態度をとっていないみたいだし、弟も幸せそうだからこれはこれでいいのだろう。だがユミさんはまさかのこの結婚式という場でもありえないことをしでかした。それは結婚式の後に私が親族控え室で休んでいた時のこと。ちょうど一人でいた私のところにユミさんがやってきたのだ。ああ、ユミさん、結婚式お疲れ様。この後は二次会かしら。楽しんできてね。
私は参加するつもりもなかったので帰る前にとりあえずは挨拶ができてよかったと思った。今日くらいはきっと彼女もおとなしいだろうし。そんなことを考えているとユミさんはため息をついた。そしてこんなことを言い出したのだ。アカネさん、もしかしてあの家にまだ住むつもりですか？え？うん、そうだけど。私がそう言うとユミさんはまたもため息をついた。私たちに遠慮とかないんですか？どういうこと？まったく、私の言うことがすぐ理解できないってやっぱり頭悪いんですね。まあ実際、私がどれだけあなたに悪口を言っても意味をちゃんと分かっていない感じでしたしね。そうやって私が高卒であることをバカにしてくる弟嫁、どうして今そんなことを言う必要があるのだろうか。そして弟嫁は見下すような目で私を見てきてこう言った。低学歴が豪邸に住むなって言ってるのよ。え？あの実家はとってもいい家だから、あかねさんには不釣りやいいって言ってるの。これで理解できたかしら？またそうやって人をバカにして。バカにしてるんじゃなくて、私は事実を言ってるんですよ。ただのへりくつじゃない？ははもう本当にめんどくさい。さっさと家を出て行って、そして二度とあの家に帰ってこないで。そのように怒鳴ってくるユミさん。私が呆れていると控え室のドアが思いっきり開いた。そこに立っていたのはショウだった。おいユミ、俺の姉ちゃんに何を言ってんだよ。え、ショウさん、いつからいたの？最初からだよ。お前が姉ちゃんに対していつまで家にいるのかと聞いたあたりからだ。え、お前はずっと姉ちゃんにそんなひどいことを言い続けてたのか？え、いや、そんなことしてないわよ。誤解よ。誤解？でもさっき自分で姉ちゃんに悪口を言っているって自白してたじゃないか。それは。お前はそうやって高卒だとか大卒だとか学歴や肩書きで人を判断してたってことか。それじゃ俺のことも肩書きで選んだってことか。自分で言うのもなんだが、俺は高学歴だし収入も同世代の中では上の方だもんな。その点だけに惹かれて選んだんだろう。弟がそう言うとユミさんは口ごもっていた。弟ももう大人だから自分のことは自分で考えて決断してほしいが、さすがにこれ以上は姉として我慢できなかった。そう、あなた本当にユミさんとこのまま結婚生活を続けていいの？こういう人と一緒にいたら今後の仕事にも支障が出てくるかもしれないわよ。ちょっと何言ってるの？もう私たちは婚姻届も出してるの。新婚なんだから離婚なんてありえないわよ。ユミさんはかなり動揺した様子でそう叫んだ。それにね、あんたにそんな風に師匠に指図したり仕事についてとやかく言う資格なんてないんだからね。高卒のあんたなんて現在急成長中の IT 企業でエリートとして働いている師匠の半分以下の給料でしょ。動揺しすぎて結局弟の前でも本性を晒してしまっているユミさん。私がため息をついていると再び弟がユミさんに怒った。ユミ、何言ってんだよ。姉さんは俺が働く会社の社長だぞ。え？あの会社は姉ちゃんが大学の在学中に作った会社なんだ。え？大学在学中？高卒なんじゃないの？学歴で言えば高卒よ。でも私は T 大に合格して2年生の時まで通っていたの。だけどその時自ら起業して自分の会社を経営するようになって学校に行く暇がなくなったから思い切って大学を辞めたのよ。そんな、あの有名な T 大に受かっていたの？私知らなくて。知ってたらあんな態度取らなかったって？私がそう聞くとユミさんはうんうんとうなずいた。つまりあなたは全て肩書きで人を判断しているということね。ユミさんは自分で墓穴を掘ったことに気づいたようだ。私は容赦なく畳みかけることに。私が社長だってことが理解してもらえたところでもう一つ言うけど、あの家は私がリフォーム代を出したから名義はもう私のものなの。だから出ていくとしたらあなたよ。私がそう言うとユミさんは顔を青くしていた。そしてすぐに弟にすがっていた。ねえ翔さん、まさか別れたりなんてしないよね。全部謝るから。それで家事も全て頑張るから。だからお願い。そうやって懇願するユミさん。
しかし弟はもうユミさんを許すことはなかった。一度失った信頼を取り戻すことは奇跡でも起きない限り無理だよ。そしてその奇跡は絶対に起きないだろう。ユミ、俺たち別れよう。結婚式の二次会については俺がみんなに中止だと伝えてくる。そんな。ユミさんは膝から崩れ落ちていた。そんな彼女を無視して弟は親族の控室を後にした。こうして弟とユミさんの結婚式はとんでもない結末を迎えてしまった。弟はすぐに離婚届を突きつけてユミさんに離婚を要求。ユミさんは最後まで渋っていたが、弟が優秀な弁護士を雇ったところ話し合いは進み、最終的に弟は離婚することができた。ユミさんは玉の輿に乗ることを周囲の人間に相当自慢していたらしく、結婚式直後に離婚となってしまい、恥ずかしさからもう友達付き合いができない状態だそうだ。婚歴に罰がついてしまってごめんね。私が弟に謝ると弟はかぶりを振った。何言ってるんだよ。姉ちゃんがあいつの本性を暴いてくれたから逆に助かったよ。これからは姉ちゃんが信頼できると思った人と結婚することにしようかな。そんなことを言う弟。このように語る弟を見ながら、次こそ私かなと思った。だが今はこのまま家族3人仲良くし、幸せな生活を送ろうと思う。結婚式を終えた途端に家を出ていけって頭おかしいですよね。しかもユミの方が後から家に住み始めたというのに生意気すぎます。まあ結果的に彼女が転落したので良しとしましょう。主さんはこれからもお母さんと弟さんと楽しく幸せな日々を過ごしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。